なんか。しかし、アイゼンのやつも勝手じゃの。仕方ないわ。船長探しがあいつの目的だし。この先行けばいいのか。あ、なんかエリス。また会ったらね、補給をさせて、前と同じように。それじゃあ赤字っすよ。買うものは特に変わらないのかな。変わんないな。よし、すぐ近くにいるな。とりあえずここ広いな。手間をかけさせないで。術術、罰ボタン回復技か。回復術しか、あと戦闘不能復活する術そろそろ欲しいな。あ、よく見たらヘビがここにいた。これきついな。あ、術唱えるのを忘れてた。交代先のキャラクターのブレイクソウル発動条件を満たし R2 の合わせ中にブリスイッチブラストを発動させると、スイッチブラストの代わりにその場で交代しブレイクソウルで連携、とっさのカウンターとして使うことができれば相当な難局も打開できる。うん、はい。 R2 長押し中にスイッチブラストを発動させる。おお、そんなこともできるんだね。スイッチブラストの代わりにブレイクソウルを出すことができる。結構複雑だけど、仲間5人じゃないからスイッチブラストできないんだよな。ウェイもういいや。ちょっと頼むよ。はじけられるか。あ、スイッチ。勝利に走るぞ。スイッチライン。あ、スイッチ。水の流し。はい、あ、スイッチ。うわ。はじけられるのか。あ、スイッチ。水に弾けるぞ。スイープライン。あ、これ罠、罠か。どこに仕掛けた？あ、ここか。足元に、スイープマインは丸ボタンね。この辺に。切り捨てごめん。難しいな、やっぱ術キャラ。分かりきってはいたんだけど。ベルベットのような近接キャラとは違って術を唱える時間とかも稼がないといけないからな。稼ぐっていうか術を唱える隙とかも作らないといけないからな。なんだあれ、なんか見たことあるぞこいつ。ザビーだ。やるじゃないの。何問題。死神アイゼン、アイフリード海賊団の副長だ。アイフリードの身内か。これまた楽しめそうだ。なんでお前コートなんて着てんの。やはりお前がアイフリードをやったのか。いいね、いい気合だ。落ち着きなさいアイゼン。こいつは精霊で精霊を襲った。協力すれば結界を通れるわ。つまらねえ理屈言うなって。俺は俺のやり方でけじめをつける。邪魔をするな。そう、じゃあ私も私のやり方でやらせてもらうわ。あんたたちを動けなくして結界を開ける。わあ怖い。
この喧嘩の横やりをするんですか。わ、体勢なんでこくそー、どうすか、なんで弱点なくて体勢あるんですか。きついな。どっちから狙う、ヒットポイントが少ないアイゼンから狙う感じで、で操作キャラクター変更、使いやすいベルベットでいこう。なんでこうなるんだ。とにかくベルベットを助けるんじゃ。何か後が怖い。襲撃ヒット、間違いない。この距離なら外しません。ゼロの方吐く。こいつはどうだ。衝撃キャラ熱光剣。くそ、作戦作戦、六郎は別の敵を狙わせよ。捕らえられない。なあ、空振りが多い。こいつはどうだ。ちょっと待って、なんだっけ、ブレーキソルどうやって。あっ、わあ、思い出した思い出した思い出した、 R シュート。おっしゃ、うわ、ダウンした。おっ、倒した。あと、ソウル、ソウル使ってくる。よし。うわっ、サーフェイスムーン。待て、こいつはなんで防御力 30% アップとか、どういうこと。耐性土屋剣が空波絶衝撃は使えない、放火臭も使えない、烈士もダメだな。どうしよう、切羽から×三角みたいな感じでいく。倒した、危ねえ。面白いな、あんた。この結界を開けてどうする気なんだ。同志を殺す。そいつはすげえ。こいつは本気だぜ。冗談に聞こえたのか。喧嘩に勝ったのはあんただ。どうすればいいんだい。では精霊のお歴結界の前に。え、あとは任せたぜ。その方が大魔師どもの慌て顔が見られそうだ。待て、まだ肝心なことを聞いてね。それ以上はやめとこうぜ、アイゼン。命のやり取りになっちまう。何者だ、お前は。風のザビーダ。ただの喧嘩屋さ。やっぱザビーダって言うんだ。しかもただの喧嘩屋ってなんだ。結界は開いたわ。追うなら止めないけど。いや、神殿に向かう。アイフリードの行方に近いのはメルキオールの方だ。バカね。割り切れるなら最初からそうすればいいじゃない。そんなに器用じゃない。だからここにいる。バカね。本当に。今なんかライフィセット一人で結界ぶっ壊したような感じに見えたんだが、気のせいか。装備中の強化数合計が5以上。じゃあどんどん武器を強化しないといけないわけだね。火傷に関係するライダムスキルが発生する。疲労、
風属性の状態異常でソウルゲージ回復速度とブレーキ装置表示に、ブラストゲージ回復量が極端に下手か、はい、ヒットポイントの回復もできず、栄養時間も長くなってしまう。風属性に耐性を持つ敵には有効です無効ですが、集中力低下にすると疲労確率が4倍になります。なんかいろいろ細かいな。アイゼン、さっきはごめん。戦ったことか。気にする必要はない。殴られた回数を一生覚えて恨むだけ。気にしてねえじゃねえか。いや、気にしてるじゃねえか。冗談だ。どうすればいいのかわからなかった。悩むのはいい。だが最後は自分で決めろ。その結果が俺と戦うことなら殺されても文句は言わん。うん。逆に俺がお前を殺すことになるかもしれんがな。しゃべりすぎちまった。あの野郎のせいで血がたぎっているようだ。喧嘩のあれが目覚めた。こっちか。成果を確認してくれ。よし。いいねいいね。海賊の旗、シュルム海賊だ。エクスピア深海。これか。響き合う歌声で戦友を惑わす天使が住むという大会。無事に超えるには巫女を生贄に捧げる必要がある。これなんかあれか、このレイモンなんちゃらとかディオンベルとか、これ過去のテイルズシリーズのなんか作品をモチーフにしてるな。この多分これなりきりダンジョンクロスかな。これは多分テイルズオブザテンペスト、これ多分シンフォニアだ。必要、これ仮に行って大丈夫かな。発見。探索船罰病。巫女を生贄にする必要があるって、その巫女は誰なんだ。まあ必ずしも巫女を生贄にする必要はないとは思うが、これだけか。ペンダントか、私には必要ないものね。これだけか。よし、行くか。全員気絶してるだけみたいね。喧嘩やザビーだか。すぐに済ませろよ。やれやれ。あれ狙う前に仕留めちゃう。あれでしょ。結構見つかるな。やばいやばいやばい。マジっすか。本気で戦いなさい。わしは遊ぶときすら本気じゃぞ。うさんくさ。過ぎていいのかな。他に何もないんだったら別にこのまま行ってもいいかな。それにしても結構広いところに出たね。わあ、やるか。うわ、気にさせん。弾けおるのか。ちょっと。ちょっと待って、初段フリーストで予想以上に攻撃範囲が狭すぎる。これ
片付いたみたい。行くわよ。防御力極端に下がるな。まあいっか、ナチュラルベストかな、つけるんだったら。ここに出るんだ。ライフボトルか。他にもないのかな。あー、なさそうだな。よし、あー、これ一方通行ってオチだな。あ、やらかした。刀の錆に勝負あり。オッケーだな。ヒートレット覚えた。炎の術か、これ。これか。自身を中心に蒸気を拡散する。攻撃力上昇中の敵から効果を奪うことができる。ジルクラッカー、おお。いろいろ多くの属性術を使え、いろんな属性の術を使えるんだな。水野草、うん。スライディング？まあ、どういうモーションをするか。じゃなくて、その技がどういうモーションっていうか、どういう効果を発揮するのか、あとはその技が何ヒットするのかっていうのを、ちょっとそういうのを気にしてるんだけど、ヒット数がどれくらいっていうのは、この何術技メニューで表してくれないのがちょっと痛いな。セーブしとこう。でやっぱごっちゃごちゃになったら、まあ別にいいや。プレイ時間を見ればどれが一番進んでるかっていうのは分かるでしょ。11時間もやってんだ。ええな。うわー。警備は精霊だけか。人払いをしているのは本当みたいね。しかし、なんでこんな場所に新しい神殿を。同志様なら王都にだって作れるだろうに。ここってお前も感じられるのか。なんか地面の中に強い力が流れてる。そうだ、ここは大地を流れる自然の力、地脈の集中点のようだ。聖主カノヌシを祀る絶好の場所というわけじゃな。襲撃にも絶好よ。なんでですか。誰も入るなと言ったはずだが。申し訳ありません。ですがローグレス離宮で異変が発生して。エレノア、自分の精霊はどうした。捕食されてしまいました。左手で精霊を食らう行為。ベルベット、ご存知なのですか。昔の教え子、
オスカー・テレサに続いてお前まで退く。アルトリウス様、私に新たな精霊をお与えください。必ずあのゴーマを倒してみせます。強い感情だな。お前は憎悪でゴーマを撃つ。申し訳ありません。模範生のお前もベルベットに当てられたようだな。一つだけお教えください。利休に捕らえられていた巨大なゴーマは何なのですか。あいつ何なの結局。あの区画は特等以外立ち入りを禁じているはずだ。ですがあれは精霊の結界で捕らえられていた。あんなものが王都にいていいはずがありません。ベルベットもそういう結界にかけてたよな。エレナ、かけられてたよな。なぜ鳥は空を飛ぶのだと思う。ベルベットにも同じ質問したよなお前。それは餌を捕らえるためでしょうか。下がりなさい。お前が知る必要のない。ベルベットが来るか。この絵にしには決着をつけねばなるまい。ゴーマ戦うまんまやね。名手聖師のミザか。さっきの喧嘩屋は潜り込んでおらんようじゃな。あいつの気配はバーッと遠くへ去っていったでふ。風のザビーダか。なかなか強かったな。アイフリードを知ってるようだったが。わからん、やつに聞け。ザビーダの武器ペンデュラムだったね。そういえばアイゼンは初めて会った時もペンデュラムのことを言っていたな。あれを頼りにアイフリードを探していたのね。そんな曖昧な手がかりでよくやるわ。ザビーダがアイフリードの失踪に関わってるのかな。バーッと、ザビーダからはちっとも先を感じなかったでふけど。わからんが、多分また会うじゃろうて。清涼にも因縁があるみたいじゃったしの。僕あの人嫌じゃないけど。おお、なんとなく嫌いになれんやつだったな。好きでも嫌いでもまた邪魔したらぶっ飛ばすけどね。今すごい殺気を感じたでぐ。気のせいでしょ。気のせいにしろベルベットはそういうやつだから。なんか精霊術を使った仕掛けのようだ。おそらくここの警備に関わるものだろう。そう考えるのが自然ね。他にも仕掛けがないか辺りを探してみよう。そういうやつ、ダンジョンギミックかな。まあこういう目立つところにありそうだから、いろいろ見て回るのもありかな。よし、準備はいいわね。いいのか。助けるぞ。どうしてくれたのか。ジムクラッシャー。ジムクラッシャー。うわ、突進。あ、ストールゲージが足りない。流れ星までいかん。もともとこの連携ソウルゲージ結構すごい消費するな。
これでいっか。勝負ありだな。なるだけ近距離の攻撃は結構連携を重視していった方がいいかな。うわ、また広いところに出たな。ちっさ。逃げまーす。あ、これキャンセルできないの。よいしょ。あとちょっとな。いつ見ても奇抜な格好じゃの。慣れちゃいるが、お前に言われたくは。お互いだな。お互い奇抜な格好してるもんな。また広いとこ行ってたな。あ、ラッキー。ああ、ようやくチュートリアルが出た。マギルのブレイクソウル、スペルアブソーバー、ソウルが3以上の時に、待機中または連携中に R2 流して発動。追加効果として続く連携がガード不能になる。炎症している敵すべて の炎症時間を中断。そろそろ新しい術覚えたいな。アクアスプリットだけだもんな。やれやれ。なんだこれか。式神を巨大化させて2回転。四角三角で左、丸バツで右、そんな感じだ。二回りって読むのか。これ消費ソウルゲージなんか多いな。まあこれにつなげるのもありかな。丸か。あー、近いな。うそうそうそう。わー、焼けた状態になった。ちょっ、あ、意外とこれいいな。はい、この距離なら外しません。ゼロの方ハグ。この技いいな。二回り、丸と四角どちらか。四角はだいたい左側のボタンやけんが、こっちこれでいいかな。ソウルゲージが消費ソウルゲージが多いのがちょっと難点だけど、まあいいですよ。嘘や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 。勝負ありだな。やけど、はい、ダメージを受けた時抜ける取り時間が長くなってしまう。スマホでこちらの攻撃時、確率効果の成功率が大きく下がってしまう。ヒットポイントが減るわけじゃないのか。
一癖に耐性を持つ時に有効だが、術攻撃減少すると火傷確率が4倍になる。